2022年7月21日、イギリス秘密情報部シークレットインテリジェンスサーバイス SIS または MI6 の、ムーア長官がアメリカのコロラド州で開催された安全保障フォーラムにおいて、ウクライナ侵略を進めているロシア軍が、進撃速度が失速し、戦力を大きく失っているとの見解を示したことをロイター通信が伝えているよ。ムーア長官はさらにこの先の数週間において、ロシア軍は兵力の補充が困難になると思われると述べて、これまでの作戦行動が停止する可能性があることを指摘しているようだな。また、アメリカ国防総省の高官によれば、最近のロシア軍はウクライナ軍の激しい抗戦によって、1日あたり数百人単位で死傷者を出していて、2月24日に侵略を始めてから数千人の将校を失っているみたいなんだ。これだけ指揮官が不足していたら、部隊の指揮系統も混乱をきたしちゃうよね。国防総省の見解もそんな感じだな。そうみたい。さて今回は、ロシア軍の進撃が停滞気味になっていて、兵力、補給ともに不足していることについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシアでは軍関係の死傷者数は国家機密とされているためほとんど公表されておらず、ウクライナにおける死者数は3月25日時点で1351人と発表しただけに止めているんだけど、アメリカ中央情報局 CIA のバーンズ長官が、7月20日にロシア側の死者は約1万5000人で、負傷者は約4万5000人に達しているとの見方を示しているよ。そのような状況下において、アメリカのシンクタンク戦争研究所による、7月21日付の戦況報告では、ロシア軍は7月7日から16日にかけて、動きが停止していたことを指摘し、その後東部ドンバス地方の、ドネツク州スラビャンスクの北西にあるセベルスクとバフムト周辺で、小規模な攻撃を続けているものの、7月21日時点で新たに支配地域を広げていないとしているみたい。そして、ロシア軍はドネツク、ルハンシク領州内において、小規模な集落をめぐる局地戦についても戦力を低下させているため苦戦しているとし、スラビャンスク周辺では20日に地上攻撃を再開したものの、ウクライナ軍によって撃退され、バフムトへの直接攻撃にも至っておらず、周辺集落での戦闘ですら身動きが取れなくなっているんだって。また、ドネツク州セベルスクでも7月3日以降、制圧を試みているんだが、ロシア軍部隊は市街地に到達しておらず、スラビャンスクやバフムトなどの都市を、制圧する前に攻撃の勢いが衰える可能性が高いと指摘したぜ。そして、アメリカの CNN が7月20日に報じた国防総省での記者会見を報じる記事の中で、アメリカ軍のミリー統合参謀本部議長が、ウクライナ東部ドンバス地方ではウクライナ軍が抵抗を続けており、まだ失われてはいない、との見方を示しているようだね。ミリー統合参謀本部議長は、ロシア軍がこれまでに払った代償は非常に大きいが、それによって得たものは非常に少なく、ルハンシク州とドネツク州では、未だに消耗戦が継続されていて、ドンバスは失われておらず、ロシア軍は領土を1インチ獲得するたびに大きな代償を支払っていると述べているんだ。このように兵力を集中してきた東部戦線が膠着状態にある中、ロシア軍がドネツク州のマリウポリに駐留しているロシア軍が、南部戦線でのウクライナ軍の反攻に警戒する動きを見せていることを CNN が報じているね。マリウポリ市内を装備品などが積まれたロシア軍の車両が100台以上、歩兵戦闘車両なども含め中南部のザポリージャ州に向かったとの情報や、マリウポリの西部にある2カ所の村落にロシア軍兵士が拠点を築いているとの情報もあるんだ。また、ザポリージャ州のメリトポリ市近くでは、前進するロシア軍の、大規模な車列の位置情報が確認され、マリウポリの地域住民グループでは7月15日に、ロシア軍の複数の軍用車両が南東部の港湾都市ベルジェンスクの方向へ、市内を走行して移動している画像を SNS で公開していたみたい。これらの動きについて、ウクライナ軍の反攻が予想される、南部のヘルソン州に展開しているロシア軍部隊の支援のためとの見方もあるんだ。ヘルソン州のロシア軍がウクライナ軍の長射程兵器によって、後方の兵站施設などを攻撃され、補給が滞っていることを裏付けるものとされているな。また、イギリス国防省が公表した7月22日の報告によると、ウクライナの各都市に対するロシア軍の民間施設へのミサイル攻撃について、S-300 などの対空ミサイルを対地攻撃に使用しているため、誤爆が増えているとして、ロシア軍では対地攻撃用ミサイルの在庫が、枯渇している可能性があることを指摘しているよ。しかしながら、このなりふり構わないロシア軍の無差別攻撃によって、ウクライナ国民の犠牲がさらに増えることが懸念されているな。劣勢になって追い詰められたロシア軍部隊が、
占領地に残っている一般市民を盾にしてウクライナ軍の攻撃から身を守ろうとすることでも多くの民間人が犠牲になる可能性が高いもんね。それらを懸念する声が広がっていることも事実だね。その中で、7月21日にベラルーシのルカシェンコ大統領が、首都ミンスクにおいて AFP 通信のインタビューに応じ、核戦争となることを防ぐにはロシアとウクライナ両国、そしてウクライナを支援する西側諸国がウクライナでの戦争を終わらせることに合意する必要があると述べたよ。ロシアのプーチン大統領とは強力な同盟関係にあり、ウクライナ侵略においてもロシア部隊を駐留させて、支援するなどの動きを見せているルカシェンコ大統領はさらに、我々はそろそろ立ち止まって停戦合意に達し、ウクライナで起こっているこの混乱、作戦、戦争に終止符を打つ必要がある、と指摘した上で、これ以上戦争を続ける必要はなく、この先に待っているのは核戦争に陥る奈落だけで、そこに向かう必要はない、と述べて、停戦協議の再開を促したんだ。インタビューの中でルカシェンコ大統領は、ウクライナ戦争はロシアが始めたものでなく西側諸国が引き起こしたものであると主張して、ロシアが先手を打っていなければ、北大西洋条約機構NATO加盟国が、ロシアを攻撃していたに違いないとして、プーチン大統領によるウクライナ侵略の決断を正当化して支持を表明しているよ。そして、ルカシェンコ大統領はウクライナが東部ドンバス地方の、ドネツク州とルハンシク州の独立を認め、南部で現在ロシアが支配している地域を、ロシアに割譲することを認めれば戦争は終わるとして、ウクライナ政府がロシアとの停戦協議を再開させて、ロシアの主張を認める必要があるとしたみたい。ルカシェンコ大統領に対してプーチン大統領は、ベラルーシ軍のウクライナ侵略への参戦を要請しているとされているが、ルカシェンコ大統領はベラルーシ軍の参戦を堅くなに避けていて、これはベラルーシ国内の世論がウクライナへの軍隊派遣に反対しているためと見られているぜ。また、ベラルーシの世論は国内にロシア軍部隊が駐留することや、ウクライナ侵略のために通過することも反対する声があるんでしょ？ああ。参戦によって自身への国民の支持を失うことを恐れているためとも言われていて、ルカシェンコ大統領がこのタイミングで停戦について言及したことについて、インターネットなどではウクライナ軍による兵站攻撃によって、ウクライナ国内のロシア軍がいよいよ苦しくなってきたので、焦りを見せ始めたのではないか？との見方が広がっているな。東部や南部でウクライナ軍の反攻が開始されてロシア軍が劣勢となれば、プーチン大統領がルカシェンコ大統領に対して、ベラルーシ軍を参戦させて再び首都キーウを狙わせる、陽動作戦を展開させることは十分に考えられるね。もしそうなれば、国民世論との板挟みになると考えたルカシェンコ大統領が、核戦争の懸念までをも持ち出して停戦を促す発言をしたとするならば、イギリスの MI6 が伝えるロシア軍の窮状が真実である可能性が高く、ウクライナが停戦協議に応じる可能性は低いのではないかな。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。それじゃあ今日も雑学行ってみよう。待ってました。今日はカニ缶を高級品にした一枚の紙について解説するよ。日本には様々な種類の缶詰があるけど、缶詰の中でも特に値段が高いのはカニ缶であり、ほぐし身の缶詰でも一缶500円以上するね。さらに、タラバガニの足肉がぎっしり入った高級な缶詰だと一缶4000円以上もするよね。今では高級品のカニ缶だけど、昔の誕生した頃は商品としての価値が他の缶詰に比べて低かったんだ。日本でカニ缶が開発されたのは1880年頃とされ、その当時は缶詰自体が高級品だったんだ。そんな中でカニ缶は他のイワシ缶や鮭缶に比べて値段が安かったんだよ。それは当時のカニ缶には黒片と呼ばれる、カニの肉が黒い色になる問題があったからなんだ。カニ缶を加熱処理する際に、カニの身に含まれる硫黄成分が缶の鉄分と反応して硫化鉄となり、これがカニの肉を黒く変色させたんだ。この黒変の問題により当時のカニ缶は味も見た目も悪く、商品価値が低かったんだ。これを解決したのが1枚の紙であり、現在のカニ缶にも白色の紙が1枚入っている場合が多いんだ。この紙はカニを変色させないための優れもので硫酸紙や酸性パーチと呼ばれるんだ。硫酸紙とは、耐水性や耐久性を高めた紙で、ヨーロッパで開発されたんだ。その強い耐水性からダイナマイトを製造する際、火薬から危険な成分が出るのを防止する目的で使用されたんだ。その耐水性に優れた硫酸紙を紙の変色防止のために使用したんだよ。この硫酸紙を1枚入れて紙の身を包むことで、紙の身から出る硫黄成分が缶の鉄分と反応するのを防ぎ、黒変の問題を見事に解決したんだ。これにより日本のカニ缶は海外で大人気となり、多くのカニ缶が輸出されたんだ。
その後、国内でもこの硫酸紙を使用した紙缶の需要が高まり、その値段は高くなっていったんだ。硫酸紙という紙を1枚包むだけで紙缶の価値は大幅に上がったんだよ。なお、今の紙缶の中身は缶の内側をコーティングして、黒変を防止しているものもあり、硫酸紙を必要としない缶もあるんだ。その一方で、紙缶の特別感を演出するために現在でも硫酸紙を使用している缶も見られるんだよ。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。